女子高生、交通事故で死亡、享年17歳。彼女が転生したその先は、自分がその日の朝まで遊んでいた乙女ゲーム、フォーチュンラバーのキャラクター、カタリナ・クラエスの幼少期だった。フォーチュンラバー。それは中世ヨーロッパ風の剣と魔法の国で、魔法学園を舞台に魔法を学び、恋を育む割と王道の乙女ゲーム。主人公は光の魔力を持つ平民の少女である。一方、交通事故で亡くなった女子高生が転生したカタリナは、なんと主人公のライバル悪役令嬢に。そしてこのゲームでカタリナの迎える結末は、ハッピーエンドで国外追放、バッドエンドで死亡。さらに転生した時点で物語の大筋の改変は不可能という設定に気づいてしまった幼少期のカタリナ。この破滅フラグしかない未来、一体どうする。前世でも人生途中退場の元女子高生、転生先でも途中退場にはなりたくない。そして月日は流れ、カタリナ15歳、フォーチュンラバー本編の幕開けを迎える。シリーズ60万部突破、悪役令嬢カタリナの破滅フラグ回避コメディ、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。